キルプエは、チリ中部のバールパライソ州マルガマルガ県にある都市で、同県の県と、大バルパライソ都市県の一部を成している。太陽の街の名で広く知られる。都市部のエルベ城と町は1990年代後半に、急速に発展した。キルプエという地名の起源については、様々な説がある。ある人は、この地域に鳩が多かったことから、先住民の言葉で鳩を意味する。 カルプと場所を意味するヒューを合わせて、鳩のいる場所を意味すると唱えている。先住民族のピクンチ族が、その政策を得意とし、医療用に使用された、石のランセットの場所を意味するという説も出されている。この地域の考古遺跡からは、多くの石のランセットが出土している。バルパライソと比べて、晴れの日が多いため、太陽の街と呼ばれる。都市鉄道のメバルやハイウェイ、 バス路線が沿岸部のビニャデルマールやバルパライソ内陸の小都市に連絡している。住宅価格が低く、毎日数千人が沿岸部の都市に通勤する。国道68号がサンティアゴまで伸び、自動車で75分、地域間バスで90分かかる。バスはほとんどが首都の西側のパハリとスチカ鉄連絡ステーションを発着する。観光名所には、 バルパライソ州唯一の動物園やコリグアイ市街、キャンプとハイキングともに向いているマルガマルガ渓谷がある。ペドロデバルディビア総督がロドリゴデアラヤに土地を付与する1547年まで、この地域には長く先住民族が定住していた。17世紀にその土地がさらに分割されるまで工業が長年基幹産業であった。 2009年8月25日の法令2368号で新設され、2010年3月11日に発行した丸が丸が県の県とである。基礎自治体としてのキルプエは、4年ごとに直接選挙で選ばれる市長が議長を務める議会が運営する第3級行政区分である。オルムエ、リマチェ、ビジャ・アレマーナと構成する会員の第12区と、 バルコルディ地域からなる上院の第5区に所属する。バレンシア地区にバルパライソカトリック教会大学の工学部がパソオンドにアコンカグラ大学が所在する。ありがとうございます。